ヘリウム様、向かって右中野泊様、ご紹介ください。はい、それでは、ヘリウム様、ヘリウム様一言お願いいたします。ヘリウム様一言お願いいたします。40で大喜利始めて10年が経ちました。老後も楽しめる趣味になったらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。それでは中野泊さん、一言お願いいたします。ヘリウム様はじめまして。寒いですね、今日。厚着してもいいですか。私の方が声高いと思うので、もし勝てたら名前をいただきたいです。よろしくお願いします。それではお二人に出すお題はこちらでございます。見た夢に登場したものが朝一つだけベッドの脇に出現する体質の女の子にありがちなこと。見た夢に登場したものが朝一つだけベッドの脇に出現する体質の女の子にありがちなこと。この題で3分経つかな。ちょっとね、ファンタジーな感じです。なんかあんま見たことないです。はい、ヘリウム様。日本酒出てきたのかな。中野泊さん。枕元に10枚重なった座布団が置いてある。焦点で勝手やすいよ。あんまりもらえないもんですかね。50秒ぐらいが経過しています。1分が経過。神父と神父の父みたいな。はい、エリオさん。乳液ばっかり家にある。使えるけどね。中野泊さん。マットレスとシーツの間に星野源のボクサーパンツがあった。一番誤解される位置。残り1分15秒くらい。いつも朝食はそれで済ます。トーストで夢見ようとして見られるの強いですね。幸せな人です。残り30秒ぐらい。アジャストして、はい、中野泊さん。業務用の味噌に指輪が埋まってた。どんな味噌。さあ、そろそろ時間が切れますので、ペンを置いてください。ではヘリウム様。ああ、今日も一生懸命見てなかった。それでは面白かった片方に拍手をお願いいたします。向かって左、ヘリウム様がいる方が拍手。
のお写真、ブーム様です。